はい、どうも、タクタクです。A、やっていきましょう。これ表紙にアーサーと書かれた本があるって書いてあったんですね。これを、さっき読まなかったけど、さっきというか前回か。読まなかったけど、読む！明日は新しい家族に会いに行く。兄弟ができるそうだ。楽しく遊べる子だといいな。新しい家族ができた。新しいママは綺麗な人で優しかった。だけど、あの子はとても不愛想だった。名前はアリアというらしい。あ、やっぱりほら！名前がね、入れ替わってたわけで、怖い顔をしていて、あまり話しかけられなかった。兄弟になるんだから仲良くなろうと思う。今日は随分とアリアと仲良くなった。アリアはママとパパだった人が嫌いだそうだ。ん？どういうこと？あと外が大嫌いらしい。楽しいことが一つもないって。外は楽しいのに、いつか一緒に外で遊べたらいいな。いや、これは、ちょっともう混乱してる。ページを飛ばした。どうしよう。どうしたらいいんだろう。アリアがパパとママを殺してしまった。ここには入っちゃダメだって、言ったよね。アリア。この人がアリアだと思い込んでる。いや、思い込んでるっていうか、この人が本当にアリアなのか？その日記読んでしまったの。待って、その日記を僕に渡して、え、どうしよう。ナイフを持つ。日記を渡す。ナイフ持ってんだ。これ日記を渡すとどうなるんだろう。日記を渡してみよう。最初は日記を渡す。はい、ありがとう。あとその白い日記もちょっと貸してくれるかな。あれ、これ一緒か。ありがとう、すぐ返すから。君は知らなくていいんだよ。あれ？この展開は同じなんじゃないか？エンド2と同じだよ、展開は。つけた。あれはやっぱナイフを持った方が良かったのかな？いや、もうサーカスが始まってしまうよ。え、なんだ？また忘れてしまったんだね。ふんふん。忘れてしまったのはしょうがないね。君の名前はアーサーだよ。あれ、エンド2じゃない？これ。あ、エンド2だ。なるほど。ここは変わんないわけね。つまり、ナイフを突きつけるか突きつけないかによって、エンドが変わってくると。読む。はい。で、ここじゃあ、入ってくるから、渡さないで、ナイフを、はい。ナイフを持つよ。ナイフを持つ。何をしているの？危ないよ。さあ、ナイフを下ろして、その日記を僕に渡して。もう刺すでしょ、これは。刺す！刺しちゃった。ほほう。大丈夫？もういろいろ大丈夫くないよ、これ。表紙にアリアと書かれている。鍵がかかった本を拾った。ナイフで鍵を壊した。パパが帰ってこなくなってからもう何日経っただろう。明日は新しい家族が来るらしい。いい子にしていなさいとママに言われた。新しい家族なんていらない。どうせみんな私にひどいことばかりするんだから。ママ、いらっしゃい、二人とも歓迎するわ。あ、過去の映像？これからよろしくね。ああ、よろしくな。ほら、アーサー、挨拶をして。アーサーです。これからよろしくお願いします。あなたがアーサーくんね。もちろんよ。今日から私があなたのママだからね。ほら、アーサーくん。いきなり無理かもしれないけれど、ママって呼んでくれたら嬉しいわ。おや？あの子がアリアちゃんかい？あら、降りてきたのね、アリア。ほら。ほら、新しい家族よ。挨拶してちょうだい。おい、ちょっと。まったくあの子は、ごめんなさい、愛想がなくて。後でちゃんと叱っておくから。いいさ、きっと恥ずかしがっているんだよ。朝、後で挨拶に行きなさい。同じ年だし、仲良くなれるはずだ。うん。新しい家族なんかいらないわ。新しい家族ができた。早く出て行ってほしくて睨みつけてやった。ママは機嫌が良くて今日は戦われなかった。虐待です。弟なんていらない。私にはエイダたちがいればそれでいいもの。エイダたち？自分の世界？やあ、アリア。僕君と仲良くなりたいんだ。家族になってからもう何日も経ったけど、まだあんまり話をしたことがないでしょ。君はいつも
ご飯の時くらいしか降りてこないし、たまには一緒に外で遊んだりとか。外は嫌。外に出たらママにとっても怒られるのよ。そうなの？だから外は嫌いよ。それにみんな私をいじめるんだもん。あなただって私をいじめるんでしょ。いじめられていたの？僕は君をいじめたりなんか。近くに住んでる男の子は私にひどいことばっかり。ママも前のパパもすぐ私を叩くの。いつまでも人形遊びばっかりでバカみたいって。人形に話しかけてって気持ち悪いって。ママが？みんながいくら人形って言ったって私の大事な友達なの。あなたも私のことおかしいって思うんでしょ。そんなアリア、僕は。私には話しかけないで。私もあなたに話しかけないから。アリア、エイダたちがいればそれでいいもの。おかしいって思わないよ。え、君の大事な友達僕にも紹介してほしいな。本当に？本当に私のことおかしいって思わないの？思わないよ。もし君がおかしいって言う人がいたら、そんなことないって僕がその人に言ってあげるよ。僕はずっと君の味方だよ。今日はエイダたちを紹介してあげた。きっとアーサーもエイダたちの友達になれるわ。私のことおかしくないって言ってくれた。ずっと私の味方だって言ってくれた。そんなこと言う人は初めて。私も寂しくないわ。さあ、こは一緒？何？ないないない。そこといい？そこといい？そんなこと言わない。うん？そんなことないか。毎日人形ばっかりで恥ずかしいのよ。近所の人たちにあそこの家の子はおかしい子だなんて思われたくないでしょ。だからあの子は外に出しちゃダメ。アリアはおかしくなんかない。アリアのことをそんな風に悪く言うママの方がおかしいよ。なんですって？ああ。ママに対して、なんなんその口の聞き方は。これだから子供は嫌いなのよ。あなたもアリアと同じで頭がおかしいのね。ちゃんとしつけをしなくちゃ。痛い、痛いよママ。お腹の中の子はこうならないようにちゃんと育てなきゃね。あ、いたんだ。サーカスを見に行きたいんだ。アリアと。アリアがサーカスの本を楽しそうに読んでいたんだ。サーカスを見に行けばきっと外を好きになれるから。二人とも絶対に外に出ちゃダメよ。わかった？アリア。え？え、ダメだ。アリア。アーサー大丈夫？ああ、ほっぺ痛そう。あざにならなかったからいいけど。今大きい音がしたが、どうしたか？どうかしたか？これは、おい、大丈夫か？どうしてこんなことを？血がひどい。どうしたら？お願いだ。目を覚ましてくれ。目を！なぜパパまでやった？ふふ。簡単。簡単ね。簡単だわ。こんなに簡単だったなんて。はじめからこうしてやればよかったんだわ。ねえ、アーサー、これで私たちは幸せになれるわ。アーサーは？アーサー？アリア。アーサー、どうしてそんな顔をしてるの？もしかして私、変なこと言ったかしら？私、おかしいのかしら？うん。おかしくなんかないよ。君は僕を守ってくれたんじゃないか。そうよ。私たち、これでやっと自由なんだもん。私ね、ずっとあなたとみんなと一緒にいられる、ここではない幸せな世界が欲しかったの。きっと、私たち、これで幸せ。ずっと、うん、君の夢はきっと叶うさ。ずっと楽しい世界に行こう、いよう。ずっと幸せな夢を見続けよう。私たちだけの夢のような世界。今日はパパとママがいなくなった。これで私たち幸せになれる。幸せな世界でみんなずっと一緒。そして今日はエイダたちとたくさんおしゃべりした。みんなが自分の足で立って歩いていて喋ったの。私とっても嬉しくってはしゃいじゃった。もうただのお人形だなんて誰も言わないわ。みんなでサーカスも見た。絵本で見た通りでとっても面白かった。もう全然寂しくないわ。あ、なんか字が化けてる。飽きた。何が飽きた？つまらない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 。
いつも同じことばかり、つまらない。私の知らない何かはここにはない。楽しくない、面白くない、何もかも。もっといつもと違うことが起こらないかな。いっそ真っ赤なサーカスにしてみよう、してしまおう。なんでそんなこと言うの？だってアリア、このままじゃ私たちいつまでも一歩も進めないわ。ずっとがんじがらめに足を取られているだけ。これはどういう、いつの間にか。みんなここにいるべきじゃないと思うの。進む必要なんてない。ずっとこのままでいいじゃない。あんただってもうここには飽き飽きしているでしょ。でもここが幸せじゃないって言いたいの？エイラ、外は危なくて幸せなんてない。みんなずっと一緒にいられる、それは素晴らしいことで、ここは幸せでないことがあるなら、あるから幸せがある。ずっと幸せな世界に幸せはないわ。アリは、アリア、どうして、どうしてなの？私がおかしいの？ママもパパも殺して、それが間違いだったっていうの？幸せだけを願ったここは間違いだっていうの？言っちゃった。アリア、私おかしいの？そんなことないよ。どうしたのアリア、元気がないね。私もう何もかもが嫌になったの。ここは普通の世界じゃないのかな。自分のことがもう嫌になってしまったの。どうして嫌になってしまったの？私はおかしい子だから、変だから、間違っているから。君はおかしくなんかないよ。でももう私は私でいたくないわ。すべてを最初からやり直したい。アリア、君は変でもない、間違ってなんかいない。それで君が君でいたくないって言うなら、僕がアリアを背負うよ。罪をかぶる的なこと？え？日記に鍵をつければすべて思い出せなくなる。そしたら君は代わりにアーサーになればいい。もしも私がアリアじゃなくなっても、あなたは私の味方でいてくれる？もちろん。今から日記に鍵をかける。私はもうアリアを捨てる。幸せでいるために。だからもう僕はアーサーじゃないよ。アーサーは今ガラクタ部屋で眠ってる。目が覚めたらあの子がアリアだったことは絶対に思い出されないようにするんだよ。お願いだよエイダ。どうしてこんなことをしたの？あなただってこんな世界幸せなんかじゃないって本当は分かってるでしょ。分かってるよ。間違っていると分かっていても、それでも僕はあの子の味方なんだ。ピエロだ。どうだったかな？ショーは楽しかったかな？全部君たちが仕組んだショーさ。ずっと楽しいままでいたいからと。君にとって一番楽しいショーのはずさ。さあ次はどんなショーをしようか。刺すしかない、選択肢が。刺す。ピエロを刺しました。あ、違う、自分を刺したんだ。ダイアリーが。これ何？バット中のバットなんじゃないこれ。え、すいません。あ、うわ、エンド1、今の。なんだ、わかんない。はい。というわけで、なんか、これダメだね、多分な。これダメなやつだな。どこだ、分岐は。ちょっと次回ね、分岐を調査してそこからやるか。ちょっと少しね、考えてやり直しましょう。なんか、おっきいピエロとかさ、いたじゃん。あの辺とか気になるからさ、わかんないけどね、どうなるか。うん。ちょっと、作者さんの攻略とか見てくるかもしれないしね。わかりませんけど。はい。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと。
おしおきだべー。